皆さんおはようございます。今日も寒いよ。群馬県の北部はね、雪でございます。春が来ると思ったんだけどね。ということで本日はこんな悪天候な日でも楽しめる、そんなドライブにやってまいりました。到着いたしました。まずはこちら、ものすごいいい香り、とってもいい香りで、試食が美味しくて、やば、刺激されて大変です。お腹空きました。次はお昼ご飯、ラーメン行きましょう。初めてのラーメン屋さんです。行ってみたいな思ってたラーメン屋さん、近くにあるようなので向かいたいと思います。今向かってるラーメン屋さんはね、評価がとても良い、そしてテレビにも多分出たことがあると思います。とっても楽しみです。ラーメン、ラーメン出た。もしかしてこれ、お疲れ様でした。ってありました。あららららら。定休日でございます。調べてきたつもりなのに。定休日。さあ、お昼ご飯どうしましょう。困った。なんで定休日？今回は調べてきたつもりなのよ。一のつく日が定休日。調べてきたやつはね、ちゃんと営業中になってますよ。悲しい。どうしよう。どこにしよう。なんか美味しいお店あるかな。もうここでラーメン食べるつもりで来たのに。どうしましょう。もう仕方ないから、左方向です。はい、近くのラーメン屋さんにします。およそ200メートル先、目的地は左側です。はい、あ、なるほど、さっき見えたやつだな。位置は左側です。はい、お疲れ様でした。やってるよね、営業中だけど車がないよ、大丈夫？行きたかったラーメン屋さんから 200m 戻ってまいりました。もうね、ラーメンの口だからラーメン食べます。こちらも初めてですね。美味しいかな。
です。口の中がピリピリしてる、辛くていい感じ。よかった、ラーメン食べられたよ。さてさて、お腹も満足だし、次は恐竜センター行きたいと思います。恐竜流行ってるんだってよ、知ってました？福井まで新幹線が通るようになって、福井県恐竜が有名だからなのかな。お台場にも恐竜展っていうの来てて、はいのやすこちゃんが大使なのかな、なってたね。さすがにね、お台場と福井には行けないので、私は群馬県の恐竜センターで恐竜に会ってこようと思います。ダムのそばまでやってまいりました。恐竜センターまでもうちょっと。恐竜センターに行く前にちょっと食後のデザートを食べたいと思います。国道462号線です。だいぶお山になってきたね。この道路沿い、まあ、こっちから向かうと右側かなに、おまんじゅう屋さんがあるんだよな。それを食べたいんだけども、どこかな。そのおまんじゅう屋さんもね、テレビとかに出たりするんだよ。お、看板があった。名物長屋まんじゅう。この先3キロ先ですね。やってまいりました、長屋さんのおまんじゅう。お金が、おまんじゅう買ってまいりました。今食べるように2つ、1個70円、私の大好きなこしあんのおまんじゅうです。とお土産に12個入り、いただきます。ほら、あ、おいしい。幸せ。2個目、甘いものは幸せになるよね。よし、恐竜だぞ。あと10キロの看板を見ましたが、トイレに行きたいです。もうすぐね、万馬の里道の駅があるっぽい。恐竜センターまで我慢できない、万馬の里寄りたいと思います。着いた着いた、トイレ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 。体験していきましょう。おお、揺れる揺れる。ここ回るっていいのかな。ウェーイ。おお、寒い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 。おお、揺れる揺れる。おお、揺れる、寒い。あ、寒い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 。
い高い。渡ってはいけません。橋の上寒かった。手が真っ赤っかです。おー寒い寒い、びっくり。あーでも楽しかった。よし次こそ恐竜行きます。ゴーゴー。すごい風の中、恐竜センターやってきましたが、やってません。なぜ？月曜定休って書かれてたんだよ。なんで？恐竜さん、恐竜さん、どうして？失礼。ここにも恐竜さん。そこにも恐竜さん。なんでやってないの？なんでお休みなの？って調べていたら、なんとこちらのホームページ。ホームページには12月から翌3月末まで木曜日休館となっております。なんでホームページまで見なかったよ。普通のさサイトはやってるんだよ。営業時間悲しい。踏んだり蹴ったりです。定休日が多すぎる。あっち行っても定休日、こっち行っても定休日。なんでこうなるかな。びっくりしちゃう。本当に知らなかったね。ショックだね。あの車行って返しよう。センターがお休みだったからね、せめて恐竜の足跡だけでも見に行こうと思っていたら、全面通行止めでございます。行けません。本当に踏んだり蹴ったりです。ただいま。
過ぎすぎたね。こんなに寒いとは思いませんでした。風も強くてさ、花粉で目が痒くてさ、それでも楽しめる場所と思って行ったのにさ、みんな休みでさ、もう踏んだり蹴ったりです。踏んだり蹴ったり、今日は何回行ったでしょう。もう最悪。でもね、ラスクの工場は美味しかった。すっごくいい香りに包まれて幸せだった。それだけでも良しとしましょうね。よし、ご飯作ろう。夜ご飯。